こんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。このチャンネルでは自身も無課金でプレイしている経験から無課金初心者の方向けのプロスペースで効率よく強くなるための情報を配信しています。今回は無課金初心者のエナジーの使い道の話の第1弾ですね、契約書獲得編話をしていこうと思います。やはり試合で勝つためにはリーグもリアタイも含めてどちらもねオーダーを強化していくっていうのが大事だと思うんですけれども、その中でのオーダー強化の方法として、契約書ガチャミキサーなのがあると思うので、今回は契約書に絞って話をしていこうと思います。チーム強化効率よくしたい方はぜひ今回の動画チェックしてみてください。ではやっていきましょう。はい。というわけで本日のお知らせだけ一応確認していくんですけど、なんか、ウェブアニメ化、パワプロのウェブアニメ化というところでね、これ声とか結構楽しみですよね。はい。YouTube で放送されるところで、動画視聴とかはないので、特にエナジーもらえるわけじゃないんですけど、楽しみですね、ってところですね。で、ガチャが来てますが、これは引く方は基本はいないかな。自チーム確定とかがあるんで、純正最強決定戦でね、最後の追い込みをしたい方ぐらいなのかなって感じですかね。基本は皆さんスルーでいいガチャかなと思います。てなわけで、基本ね、契約書に関しては皆さん今こうやって貯めてますので、もうちょっとでグランドオープンですね。そこで大量に契約書ね、開封して S ランクとかをね、たくさんゲットできますので、そういった点で、S ランクを獲得できるっていうのが、まずは魅力的なところだと思うんですけども、無課金初心者の方は特にですね、とにかくこの A ランク、これを集めることをしっかり頑張っていただくのが効率よいチーム強化につながると思いますので、今回は A ランクに結構的を絞りまして話をしていこうと思います。てなわけで S 契約書についての話は結構ね、省いちゃうんですけれども、A ランクをなぜね、大量に集めるべきかっていうところについてですね、ほんと大量に集めるのが大事です。僕も無課金で、プロスピ1年3ヶ月ぐらいやってるんですけれども、それでも全然足りてなくて、これからもね、しっかり頑張っていかなきゃなというふうに実感しているところでございます。ぜひとも初心者の方は参考になっていってもらえばいいかなと思っております。で、集める理由としてですね、このゲームではほんとスピリッツが高くないと、相手に勝つことが難しくなっております。この最大スピリッツが今通常3500の選手が登場しておりますが、もし限界突破ができていないと3250ぐらいなんですよね。なので限界突破するかしないかで最大250ぐらいの差が出てくるというところで、限界突破が非常に重要となっております。で、限界突破させる手段としては、2種類主にありまして、限界突破コーチを使うっていう手がまず一つあるんですけれども、やっぱり限突コーチに関しては獲得できる数がなかなか多くない、なかなかね、入手困難なアイテムとなってますので、数に限りがあるというところでは、やっぱりメインの限界突破の手段としては A ランクを、特訓画面でね、S ランクに食わせるっていうことがメインになってくるかなと思います。そういったところで、目当ての選手の A ランク、集めるっていうところでは、たくさん数を集めていかないとなかなか当たってこないと思うので、A 契約書をたくさん集めることが大事になってくるかと思います。で、本当にたくさん集めましょう。いろんな選手、どの選手が来ても極みにできるっていう状態を作るのが一応理想ではあります。というのも、その一選手だけを固定するってなかなかね、1年通して難しいんですよね。例えばこの新庄選手であれば、スピ3500なんで、通常選手と同じ最大スピなので、そこはいいと思うんですけれども、次グランドオープンが来てしまうとスピ3700となっていきます。OB に関しては次登場するとしたら1年後っていう感じになってしまう、ざっくりとね。早くても年内かな、10月、11月とかその辺になってしまうので、スピーツ差がグランドオープン後出てきてしまうんですよね。そういったところで他のレフトの選手を使わなきゃいけないっていうところで、じゃあレフトの3700の選手、吉田選手をたまたまゲットできましたとかなったら、ここを交換するっていう風になるのが、特にリーグだと自然かなって感じですね。そういった理由からですね、普通の通常選手とも同じくな理由なんですけれども、丸選手とかもね、グランドオープン後すぐ獲得できる保証はないので、そういうところで、センターでも他のセンターですね、候補選手がいないかっていうところで、亀井選手でもいいですし、他の選手がいないかっていうところで、いろんな選手をね、候補にしておかなきゃいけないというところで、僕もちょっと危ないですね、センター補強もしなきゃいけないというところになっております。そういったところでですね、最近来た選択契約書みたいに、狙いの選手が確定で当たるっていうのは結構レアなので、ある程度の候補選手を絞っておいて、その選手たち、1ポジション3人ぐらいいるとね、理想ですかね。そのぐらいいて、その準備として A ランクを5枚以上集めておくっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思っています。スピリッツの更新は、年間でね、1年でプラス300ぐらい、ざっくりわかりますね。次のグランドオープンのタイミングでプラス200。で、11月の半ばぐらいにシリーズ2完全移行があるので、そこでプラス100。3800ですね、次だと。の選手になってくるという感じなので、どんどん更新されるんで、ほんとよくできたなゲームだなと思いますね。ほんと、少しサボるとすぐ置いてかれるって感じでね。受験とかで1年触れなかったけど、また復帰したっていう方とかね、結構、スピーサーに苦しんでる方が多い印象ですけれども、そういった
ところがあるので、まあ最新の S ランクの母体をゲットするのも大事ですけども、その準備としてまず A ランクを持っておくっていうのが、まあ最重要なところかなと思っております。はい、以上がまあゲットする理由ですね。まあ、ということで、その A ランクの入手方法について簡単に確認をしていこうと思います。で、ここに関しては、まあ結構努力をすれば、人よりもね、結構差をつけて A ランクたくさん集めるので、その辺確認していってください。で、ざっくりまとめますとこんな感じですね。一つ目、V ロードのストーブリグ報酬。二つ目、累計ミッションの報酬。で、三つ目、全国大会とか最強決定戦での、まあランキング入った時の報酬。で、四つ目がガチャ。で、五つ目がイベントの累計報酬ですね。はい。まあ、ここに関して結構細かいところ。大事なところがあるので、5つ目が結構メインで話すことになるかなと思っています。はい、というわけで1つ目ですね、V ロードのストーブリーグ報酬でございます。V ロードっていうのは日本一をするとストーブリーグっていうのが発生して、そこで報酬をゲットすることができます。まあ、てなわけでちょっと紙引きしすぎてるね、画像ですけれども、まあ、こんな感じで SAB、C ランク、あとエナジーとコインとか、スカウトポイントとかね、そのあたりの報酬を選ぶことができます。で、A ランクに関しても、まあ当たるっちゃ当たりますね。ちょっと少ないんですけど、ちょっとずつね、データ取ってまして、今、星7自走車だと 54.5% で A ランク当たりました。だから自動だとなぜかね、今のところ 10% なんですよね。うん。で、星8はちょっとわかりづらいんですけど、星6の自走車 35%、で、星5自走車 42.8% とかになってますね。まあなんで、まあ 33.3% ぐらいですか？まあ3周したら、まあ1枚ぐらい A ランク当たるかなぐらいの風に考えてもらえばいいかなと思ってます。で、続いて、累計ミッションの報酬ですね。この、トロフィーのところですね。まあ、これログインとか、いろんなやつがあるんですけど、試合することは大体ね、安打数とか、ホームラン数とか、三振数とか、そのあたりで報酬が用意されてます。で、ちょっとさっき、A ランク契約書とかあったんですけどね。まあ、契約書もあったりしますし、エナジーとかはこの辺でゲットできますんで、まあ、普段の V ロードとか、試練とか、なるべく自走車することで、こっちの報酬も、まあ、だんだんコツコツ近づくので、はい、やっていきましょうってところですね。で、三つ目、全国大会とか最強決定戦のランキング報酬ですね。まあ、僕今純正のやつやってるんですけど、まあ、あんまり成績が良くないですけどもね、こんな感じになってまして、報酬がちゃんとあるので、まあ、順位が入れば、うまくいくと、ゲットできるって感じですね。まあ、この辺は結構やり込んでこないと、まあ、入りづらくなってくるかなっていう感じですかね。まあ、僕も普段12球団オーダーなんでね、まあ、無理やり作った純正オーダーなんで、まあ、そんな強くもなくてね、特訓とかもね、しない選手ばっかりなんですけれども、まあ、うん。やれてる人だったら、こういった風なところも報酬見込めますって感じですね。で、あとは全国大会とかの報酬ですね。こっちもなんですけど、まあ、あの、勝ち星ランキングで、報酬がね、用意されてますので、ここで A ランクとかもね、ゲットできたりします。あとは、ま、S 契約書とかもあるんですけれども、まあ、ここでもゲットできるってところですね。で、ちょっと脱線するんですけど、もしグランドオープン後、次の、階級リセットした時に、まあ、6年の階級をね、めっちゃ上目指していきたいっていう方で、スタートダッシュして、もう速攻で階級上げたいっていう方は、一応、まあ、やり方があって、まあ、ちょっと確実かわかんないんですけど、この全国大会ランキング報酬をグランドオープン後にね、受け取るっていう風な選択肢ですね。一応、報酬の説明に、まあ、大会終了後2週間以内に、まあ、アクセスすれば報酬ね、受け取れるみたいな説明があるので、まあ一応3月31かな ?17 日で終わってるので、3月31の14時59分までに、このアクセスすればイベントページ。そしたら報酬で、まあ契約書なり、勝ち星とかね、ランキング入ってる人はもらえるって感じですね。まあなので、まあ、もし、ね、なんか僕やったことないんで、できるかわかんないんですけれども、例えば、もしこのランク戦で、次階級がリセットされたりするので、まあ、プラチナ1とかにまた戻ると、常人9位から皆さんスタートになるんですけど、例えばまずプラチナ1に戻ってから、大会のページに行くと、そこで勝ち星が一気にもらえるんで、まあ、いきなりなんか常人9位から常人5位になりましたとかね、その辺の飛び級とかも、スタートダッシュができるかもしれませんので、まあどうしてもスタートダッシュで、ね、速攻で階級上げたいっていう方とかは、まあ、やってみるのも面白いかもしれません。まあ僕はちょっと別にそんなにこだわってないというか、まあなんかちゃんと自分ね、あの1年間で、まあどのくらいやれたかっていうね、ところを確認していきたいので、まあ今回は普通に受け取っちゃいますというところでね、はい。レート7070。5400。5000いけたんだ。うわぁ、ちょっとやればよかったですね。はい、20エナジー。勝ち星20個でした。はぁ、なんかすごい適当に終わらしちゃったんですけど、もっとやればよかったですね。これで5000入ってれば 30% でしたからね。はぁ、10エナジー違うし、なるほど。まあ、てなわけで今、勝ち星がね、20個かなもらえたんですけれども、まあ、それをグランドオープン後以降、多分プラチナ上がってからじゃなきゃいけないのかな。プラチナ上がってから、これ受け取れば多分20個ね、一気にプラスできると思うので、まあ、やりたい方はスタートダッシュしてみてください。で、すいません、だいぶ脱線したんですけど、4つ目の A ランク入手法がガチャですね。
まあいろんなガチャがあると思うんですけど、このガチャ選びも大事ですね。まあとりあえずは基本は現役選手のガチャを引くのが無課金初心者だとおすすめになっております。やっぱり OB とかだと、まあ普通に S ランク目当てでガチャはね基本は引くと思うんですけど、 A ランクとかが当たった時に OB 選手しか出ないねこういうガチャだと煙突につなげられないってことが起きますし、まあなんならワールドスターのガチャでもね A ランクのワールドスター選手が出る可能性も出てくるので、まあ、その分の現役の A が当たる可能性がなくなってくるっていうところだと、まあちょっと微妙なのかなっていうところはあるかなと思います。まあ人によりますねこの辺に関してはね。はい、というわけですいません、ラスト本題のイベントですね。はい、お待たせしました。でイベントには、まあ、まず累計報酬があるので、まあ、その分は毎回こなすようにしっかりクリアねやっていってください。まあ、S ランク契約書今回ねゲットできます。でまあ他のイベントであればランキング報酬とかもあったりするので、そこでも一応チャンスはあったりもします。で、プラスアルファですね。そのイベントをさらにエナジーを使って進めていくともらえる報酬があったりすると思います。今回だとこのランダムボックス報酬ね、10万ポイントごとにもらえるこれと、あと特別報酬。まあ、これもね、やればやるほど、まあ、もらうことはできるっていう感じなので、まあ、この辺で中身が美味しかったら、イベントによってはエナジーを使ってガンガン進めるっていうのがいいかなっていう感じですね。今回に関してはそこまでやるメリットは大きくはないかなぐらいだと思います。ではどんなイベントでエナジーをねガンガン使うべきか、おすすめイベントこんな感じになっております。まあ、一つキャンペーン混ざってますけども、ドリームキャラバン、プロスピフェスタ、プロスピラビリンス、消費資産の2分の1とさせていただきます。まあ、他にもあったらちょっと補足していただきたいんですけども、パッと思いつくとこだとこんな感じですね。でまずドリームキャラバンのメリットに関してなんですけど、このイベントはガチャよりも少ないエナジーで S、A、B ランクを大量にゲットすることができるっていうのが非常に大きなメリットかなと思ってます。もうこれがとにかく神なんで、もうとにかくこれにエナジーをね、ガンガン使ってってください。もうほんとなんか普通のガチャと同じようなレベルで、もう30連符の750をつぎ込むぐらいのね、そのぐらいの意気込みでやっちゃっていいぐらいなイベントとなっております。で、どのくらいかっていうと、まぁ、ちょっと中途半端な例なんですけど、まぁ、前回ね、494消費で、キャラバンボックスから230に帰ってきたので、まぁ、262エナジーの実質の消費で、まぁ、このぐらいの報酬がゲットできて、A ランク12枚ね、ゲットできます。で、それもプラスで、あと S30% だったり、B ランクも大量に当たるので、250エナジーぐらいだと考えて、ガチャ10連分なんで、それと比べたらガチャ10連だと A って多分3、4枚とかしか運が良くても当たんないぐらいだと思うので、まあ、圧倒的にねいいんじゃないかなと思っております。まあなんなら30連分ですか、750エナジー使ったらこんな感じで A が30枚以上とかね、まあ、S30% もまあ 30% なんで、ね、まあ、S が2枚ぐらい当たってもおかしくないぐらいなところがもらえるというところで、ぜひともねやっていただきたいイベントとなっております。まあ、次はおそらく4月、5月あたりだと思うので、はい、タイミング的にもね、ガンガンエナジー使っちゃっていいと思います。で続いて、プロスピフェスタですね。このイベントは、まあ、福引きっていうのが、試合をすることによってたくさん引くことができるんですけれども、まあ、その福引きがあることによって、通常よりも少ないエナジー消費でたくさん試合ができる、V ロードや試練などの試合がたくさんこなせるっていうのが、まあ、メインの一番いいところです。で、プラスアルファ報酬で、福引きによって A ランク契約書、B ランク契約書とか、運が良ければ S ランク契約書も当たるっていうのがいいところですね。で、エナジーバック的には、まあ、いろんな方からデータいただいてるんですけども、まあ、今のところ 33.6%、39.7%、これちょっとできすぎですね。はい。で、28.5%、32%、28.2%、30.2%、うん、などなど。まあ、なので30% オフで試合ができるみたいなイメージで、で A に関しては、まあ、イベントの累計報酬こなしてるぐらいだと、まあ、1枚がもらえるぐらいですね。で、まあ、2倍分やれば、まあ、2枚。運が良ければ3枚みたいなイメージだと思うんで、そんな多くはないんですけど、まあ、試合ができるっていうところでは、はい。ぜひともエナジー使うべきなんで、結果として A も集まりますよという感じです。で、ラビリンス、プロスピラビリンスですね。このメリット、イベントのメリットとしては、ストック経験値が大量に手に入るっていうところがあります。で、まあ、プラスアルファ、金の宝箱っていうのがダンジョンにあるんですけど、それを開けていくと、運が良ければ A ランクなど、S10% なども当たる可能性があるというところでやるべきっていう感じですね。で、これも60回開けて、まあ、A 契約書ね、まあ、5% の確率で出てきたという感じなので、まあ、20個宝箱開ければ、まあ、1個出る見込みと、今のところではなっております。で、まあ、これはま、ストック経験値のついででっていう感じのイメージですかね。まあ、でも、A 契約書目当てでやるならば、まあ、ストック経験値無視でね、こっちばっかり、宝箱ばっかりに開けるっていうやり方もあるので、まあ、そこはちょっと人にもよるんですけれども、まあ、どっちにせよいいイベントではあるかなって感じですね。で、ラスト消費スタミナ2分の1に関してですね。まあ、これはなんか、スタミナが単純に2分の1になるっていうところで、まあ、無課金でも V ロードを自動でガンガン回す。まあ、もしくは試練やってもいいんですけど、まあ、そういったタイミングでございます。で、まあ、V ロードの自動で、まあ、ストーブリーグ報酬で A を狙おうっていう感じですね。まあ、普通の育成を進めるっていうのが、まあ、メインのところだと思うんですけれども、まあ、プラスアルファ V ロード回してれば A ランクも3週に1枚くらい当たるかなと思いますんで、まあ、そこも期待できるところですね。
で、まあ、最高で、まあ、1周17分で自動でね、ずっとポチポチしてたらできたので、まあ、1時間でざっくり3周できると考えると、まあ、1時間あれば、1枚弱ね、当たるんじゃないかなと思います。はい、そんなところで今回は契約書、とにかく A ランクをね、集めようってところと、その集め方について話をしてみました。まあ、特に始めて間もない方であると、とにかく限界突破ってところがね、難しいと思いますので、まあ、そこをするためにぜひとも今回のところを意識してもらえばいいかなと思いますんで、まあ、ガチャ計画プラスアルファで、キャラ版のエナジーっていう風なところもね、あと消費差を2分の1とか、さっき言ったフェスタとか、そこに使うエナジーっていうのも、まあ、計画の一つに入れてもらうと、まあ、ガチャの我慢にもつながったりとか、まあ、効率よい強化につながるかと思いますんで、今回のが参考になっていればいいかなと思っております。まあ、ということで、無課金のエナジー使い道のシリーズですね。今回は契約者だったんですけれども、まあ、次はガチャに絞って、具体的にどんなガチャがおすすめなのかっていうのを、まあ、人によってね、パターン別に紹介していこうと思うので、そういった情報ですね、育成のコツとか、基礎知識とか、情報を知っていきたい方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンしてもらって、次の動画もお待ちください。そして、ツイッターでは YouTube で話してない最新情報の補足のツイートとかもしてますので、サクッと情報を知っていきたい方は、そちらもぜひね、概要欄からフォローもしてみてください。では、本日もご視聴ありがとうございました。